ただいま、録画を開始いたしました。本日はですね、バーチャルリアリティの、専門家の、大阪工業大学、矢野浩二郎先生を、もうこちらからですね、もう本当に お願いして、お話ししていただくことになりました。経緯としては、最初にある学会で矢野先生が発表されるときに、ちょっと人が少ないということで残念だというふうにおっしゃってたので、ちょっと僕の方からぜひ、ズームでお話しいただければというふうにお願いしたという経緯があります。もう本当にですね、24時間は経ちましたけど、30時間ぐらいでもう100人の枠が埋まってしまったので、本当にすごく皆さん、教育関係の方、語学教育の方は、関心を持っていらっしゃるんじゃないかと思います。はい、それでは矢野先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。それでですね、皆さんの方にもうスライドの方は見えてますでしょうか？あ、見えてます。はい。大丈夫ですか？はい、じゃあこれでお話しさせていただきます。まあ、VR と AI による英語教育の実践と課題という話を、学会でしたんですけれども、本当に人が少なくて悲しかったので、ここでリベンジさせていただくという感じでお願いします。さて、では早速ですけれども、僕の息子、いわゆる小学校の、なんだっけな、読書感想文で、シートン動物記のこの狼をロボっていうのをですね、読んだんですよ。で、それを読むにあたってですね、ちょっと一つ工夫をしたんですね。で、どういう工夫をしたかっていうと、狼をロボって確かアメリカの中西部だったかな？あれは南の方だったかもしれませんけど、結構荒野みたいなところが舞台なんですね。だけれども、文章だと荒れてるとか荒れ地とか荒野とかそういうことが書いてあるだけで、具体的にどんな風景ってわからないじゃないですか。で、それでちょっと考えて、Google Earth というのを使いまして、Google Earth VR というのを使いまして、実際にその狼をロボの舞台になったところを VR で子供に見てもらったんですね。で、その狼をロボの舞台がどれぐらい厳しい場所かっていうことを一旦 VR 体験させた後に感想文を書いてもらったんですよ。で、そうすることで、いかにそこでの生活が当時厳しいもので、その狼をロボが彼らの、その羊を食べてしまうことが彼らにとっても死活問題で、もう本当に必死だったんだということを、うちの息子に分かってもらいましたんですね。で、そういうふうにVR の面白さって、ただ VR を体験するだけじゃなくて、それといろいろな学習をうまくつなげていくっていうことにあると思うんですね。で、今回みたいに本を読むということと VR をつなげるということも、VR の、使い方の一つなんですけど、そういうふうにですね、結構 VR っていうと、どうしても VR の、その技術開発とかしてる人たちが理系の人が多い、理系とかでは工学系の人が多いもんで、応用もどうしてもそういう工学系になりがちなんですけれども、実は結構その文系といいますか、だから語学とか国語とか社会とか、歴史とかそういったものの方がむしろ僕は VR には相性がいいんじゃないかと実は思ってるんですよ。で、今回日本語教育、そして語学教育の方もしかしたら多いかもしれませんけど、そういう語学教育を含めて、どうしてもそのテクノロジーというと、そっときづらいなということなく、分離問わず、この VR という分野を教育に生かしていただければいいなと思っておりますと。そういうことで今日のお話をさせていただきます。でですね、今日の構成として、VR の基礎と、あと外国語学習と VR、そして AI という話をさせていただきます。で、VR 体験作業ありますかと言っても、ここだとちょっとリアクションを 得ることができないので、問いかけだけになっちゃいますけど、だいたい最近ですね、VR を、何らかの形で体験したことあるという方、学会とかで聞くと、2、3割やっぱいらっしゃるんですよね。でも昔は本当にそれ少なかったんで、もうここ1、2年で VR を体験したことある方ですごく増えてるんですけど、でも VR の細かいことをご存じないという方はまだいっぱいいらっしゃると思うんで、その辺の話を最初にさせていただきますと。でですね、バーチャルリアリティは何かと言いますと、コンピューター、ちょっと待って、ウィンドウが重なっちゃって、ちょっと下げますね、こっちの方に。あ、こっちか。はい。コンピューターによって人工的に合成された、視覚とか聴覚とか触覚などで体験する現実感のことなんですね。で、日本語だと、仮想現実とか人工現実というと。で、実際にはこういうものを、ヘッドマウントディスプレイとコントローラーを使って体験するわけですね。で、この人は、外から見るとこんな感じですけど、中はこんな感じになっていて、その頭の位置とかは、こちらのそのヘッドマウントディスプレイで撮ることができて、で、手の位置はこのコントローラーを使うと。
だからまあ、こういうデバイスを使うことで自分の中に、自分の頭とか顔とあと手を持つことができるんですね。でそれによって視覚とか聴覚とか触覚を体験することができる。それがバーチャルリアリティであるわけです。で具体的にどんなデバイスを使うかといいますと、まあ、一番大事なのはこのヘッドマウントディスプレイですね。でこれでまあその自分の風景を自分のまあ仮想空間の周りを見ることができるわけです。で、まあ、このディスプレイのただ、画像を見るだけじゃなくて、中にセンサーが入ってるんですね。加速度センサー、ジャイロセンサーって言いますけど、でそういうものを使うことによって、まあ、頭部の回転移動を計測して、右を向いたら右にの風景、左を向いたら左の風景がちゃんと出るようになってるわけですね。でそれによって、本当にその世界にいるような感覚を得ることができると。で、次に大事なこのヘッドホンで、これ、まあ、ここにありますけれども、これ、ただ単に左右からステレオの音が聞こえてるだけじゃなくて、頭の移動に応じて音の聞こえ方が変わるんですよ。だから、まあ、例えば自分の真ん前からこうやって音が来ていると、普通は両耳からこう音入りますよね。でもその真ん前にあった音が、今度はこうやって、自分が右を向いた場合、左耳の音が強く入ってくるはずじゃないですか。でそういうふうにその頭のこの動きに応じて、音の聞こえ方が変わると。でそういったものが360度オーディオといいまして、これが結構、まあ、臨場感に重要だとされています。であとコントローラーですね。これはまあ手の位置を取るのに使うと。であと最後のこれ外部センサー、カメラって書いてあるんです。これどういうことかっていうと、VR の中、VR ってまあ基本的にその、まあ、仮想空間で自分がまあ座って体験することが多いんですけど、まあ、歩き回って体験するようなものもあるんですね。でその場合、この頭の位置がどう変化したか、つまりまっすぐ前に歩くとか後ろに歩くとか、まあ、左右にこう頭が触れるとか、そういったこともまあ当然あり得るわけですよね。でそういう時にこういう外部カメラ、あるいはこういうヘッドマウントディスプレイ本体についているカメラを使って、この頭の位置の変化を撮るんですね。でこういうのをポジショナルトラッキングって言うんですけど、まあ、そういったものにもですね、利用することができますということです。さてと、じゃあ実際にその VR でどういうコンテンツの種類があるのかと言いますと、大きく分け2つありまして、ちょっと待って、この間さ、行けたの？あ、すみません、なんか音が。あ、大丈夫ですか？はい。で、ですね、2種類ありまして、1つが 3DCG のインタラクティブコンテンツで、もう1個が360度写真、動画と言われるものですね。で、インタラクティブコンテンツはどういうものかっていうと、まあ、これちょ、これ、ビデオ、ズームで流れるかな、うまく。うわ、音でかっ音でかめっちゃでかかったですね。これ、向こう、皆さんに音聞こえてるのかな、ちょっとわからないですけれども。あ、聞こえない。あ、じゃあ大丈夫だ。音でかくても。じゃあ行こう。音は聞こえなくても、これが動いてるのは見えましたね。はい。はい、OK です。こういうふうにですね、3DCG インタラクティブコンテンツって、要するに 3DCG を使って仮想空間を作って、その中で物を掴んだり投げたり移動するといったことができるわけですね。で、そうすることによって仮想空間とプレイヤーがお互いにインタラクションすることができるわけです。で、これまあ、ほぼ何ですか、プレイヤー自由に行動できるわけですね。歩いたり掴んだり、いろんなことできるわけですけれど、まあ、これをやろうと思うと、すべてのその、世界を 3DCG で自分で作らなきゃいけない、ものすごい制作コストかかるんですね。で最近ではまあ Unity とか Unreal Engine と言われるゲームエンジンという環境でこういうのを開発できるようになったんですが、やっぱりそれはすごく大変で、まあ、なかなか素人には手を出せない。なので、まあこれはまあ出来合いのものを買う場合いいんですけど、自分で作るというのはちょっと厳しいかなって感じなんです。でもう一個のその方法としてはですね、360度写真動画といいまして、まあ、これ俗に VR 写真動画っていうんですけれども、まあ、どういうことかといいますと、まあ、ある指定のフォーマットを使って写真を撮影すると。でですね、それをその球面上にですね、こう球面上に展開することで、その360度の視野を実現するんですね。だからこういう感じで、そのマウスでドラッグしたり、あるいは VR 空間でこう頭を動かすことによって、その自分が見たい方向を見ることができるわけです。ですから、まるでその場にいるような雰囲気を感じることができるわけなんですね。で、まあ、これはそのですね、いいところは、後で紹介しますけれど、まあ、カメラで簡単に撮影できるんですよ。だから簡単にその現実世界を VR コンテンツ化できるわけですね。だから例えば子供たちに、その日本の子供たちにそのロンドンの風景を見せてあげたいというときに、ロンドンでこの、カメラを使って撮影すれば、そのロンドンの風景を VR で体験できるわけですね。ただ残念ながらこれあくまで写真なんで、その写真としての機能しかない。つまり見ることしかできないわけです。ここで例えばここにいる人に、ここのいる人を移動させたりとか、このですね、看板を動かしたりとか、そういうことができないわけですよね。あくまで見るだけなんで。なのでまあ、見るコンテンツとしていいんですけれども、インタラクションはできないということです。あとこういう写真とか動画ってその YouTube とかで配信することもできるんですね。これもまあ、面白いところです。で実際にその360度写真とか動画を制作するときには、こういうその360度カメラっていうのを使います。これ、前と後ろに魚眼レンズがついていて、このお互いで、おのおの大体その
200度ぐらいの視野を持ってるんですね。だ前200度、後ろ200度なんで、それもガバッとかばせる、ちょうどまあ地球儀を裏返したみたいな感じなんですよ。地球儀ってこの表面に絵が描いてあるんですよ。そうじゃなくて、地球儀のこの裏面に絵が描いてる感じなんですね。で自分がその地球儀の中心にいて、あの周りを見るという、そういうイメージの画像を撮ることができます。でただその、画像を撮って自分で見てるだけじゃ面白くないので、まあ、公開したいですよね。でさっき YouTube とかで公開できるって話もしましたけれど、まあ、Google さんこのツアークリエイターというこのシステムを持ってまして、こちらの方にですね、こういう360度写真をアップロードすると何ができるかというと、まず一つアップロードして、で別の場所の写真をまたアップロードすると、お互いをこのつなげることができるんですね。つまり、この写真でここを見たら次は次の、写真に飛ぶみたいな、そういうリンクみたいなのをつけることができるんですね。でそうすることでバーチャルツアーのコンテンツを作ることができると、まあ、そういった面白いこともできますと。あってと。で、まあ、こういうふうにですね、まあ、最近いろんな形でその VR コンテンツを作ることができたわけですけど、じゃあそういったものを使って実際にどういうふうに学習をしていったらいいかという話をします。でですね、まあ、最近まあすごくその VR を使った教育っていうのは関心が高まってるんですね。まあ、なんか年平均成長率 10% とか、その使うことによってテストのスコア 20% 改善するとか、まあ、すごく良い話がいっぱい書いてあるわけです。ですけど、まあ、なかなか実際にはそのコストの問題とか、あと、まあ先生方のですね、トレーニングの問題とかってなかなかまだ普及してないわけですけど、まあ、期待感は随分あると。でですね、まあ、文部科学省もですね、まあ、その時流に乗る形でこの新世代の学びを支える先端技術活用推進方策という中でですね、VR を使った教育というのを、まあ、未来のイメージの一部に入れてるわけですね。例えばこちらのなんかやつだと、その2020X 年未来のイメージスナップショットの中で、今日の授業は VR 技術を使ったソフトでまるで実際に月に行ったかのような体験感覚を味わえた云々って書いてですね、まあ、こういったふうにその VR を使ってその何かを体験させると、まあ、さっき言ったその360度写真なんかを使って体験してもいいわけですけれども、まあ、そういうふうにですね、まあ、VR 技術を活用して、まあ、さまざまな形で作られて現実の世界にユーザー自身が入り込んで、まあ、いろんなことを疑似体験するようなことが教育に良いんじゃないかということを言ってるわけです。で、文科省がこういうことを、まあ、実際のまあ公式文書に入れると、やっぱりすごくその影響力大きいんですよ。なんで、まあ、これに従って、これにまあ、ね、こうするような形で、いろんなところが最近 VR 教育に関心を持っている。それはもう間違いないですね。特に今年に入ってから。じゃあ具体的に VR はどういうふうに教育に役に立つのかといいますと、まあ、一つのまあ利点はですね、まあ、VR というのは学習目的で生成された仮想空間を学習者自らの視点で体験観察できるするということなんですね。こちらの画像は、クラウズ・オーバー・シドラという、ヨルダンにいる、シリア難民の女の子の話なんですけど、まあ、彼女がこうやってそのカメラに向かって話しているわけですけれど、ただ単に彼女が喋っているのをこう聞くのももちろんいいんですけれど、その先ほど今見せたようにその彼女が座っている周囲をこう見渡すこともできるわけです。でそうすると彼女がどういうふうな家に住んでいて、どういう所持品を持っていて、その中で彼女がどういう生活をしているかというのを想像できるわけですよね。いろんなところを自分で考えて観察することができるわけです。あとこの次の、写真この辺ですけれど、これはその彼女の小学校なんですけど、どういう子どもたちが勉強しているのか、どんなことを勉強しているのか、例えば、まあ、子どもたちとか、ね、全然その、こうイスラムの世界知らないんで、そのよくよく見るとこの小学校で勉強している姿、みんなスカーフかぶってたりするし、みんな女の子だしって、なんでだろうっていうか、そういうことを考えさせることができるわけですよね。それも子どもたちが自らの視点でいろんなものに注目すればいいわけです。そういったことができるっていうのが VR の面白いところです。で次に大事なこととして、VR は学習者が適切な文脈のもとに知識や技能を習得して、現実でその転移させるということができるんですね。でこれ、スピーチセンター VR という、コンテンツですけど、まあ、これも見れば分かるように、要するにスピーチを練習するためのコンテンツなんですね。まあ、こういうなんか会議とか、結婚式場とか、まあ、いろんなシチュエーションを、まあ、これ用意してくれてるわけですけど、その中で喋ると。で、その VR 空間内でひたすら練習することで、現実空間にいたときに、まあ、上手に喋れるということで、まあ、もちろんそれ VR じゃなくてもできるわけですけど、VR ってより現実に近い形である分、その VR 空間で学んだことを現実空間で適用することがより容易になるわけですよね。現実とその VR の差分が少ないわけで。で、そういうの転移っていうんですけれども、この転移学習をしやすいというのはこの VR の利点になるわけです。ですから、まあ、教育というか、そのいろんな職業訓練なんかでこういう、やり方はとても重要になりますね。
で3つ目ですけれど、これはどちらかというとその学ぶ人というよりは我々教える側の話なんですけれども、 VR は VR 学習者の行動を教員が正確に評価することを可能にするという利点があります。これはある、Google さんの、動画をですね、使ったこの360度動画ヒートマップというシステムなんですけれども、これ要するに動画を見てる間にその視聴者が一体この動画の中のどこを見てたかということですね、ヒートマップという形で表すことができますと。つまりこの辺が赤くなっているというのは視聴者の多くはこの辺に注目していたということが分かるんですね。でなんでこんなことができるかというと、そもそもヘッドマンディスプレイってそのセンサーがついてるんで、もう1秒間に60回その被ってる人がどっち向いてるかって全部計測してるんですよ。で普通はそのデータ全部捨てちゃうわけですけれど、捨てないでログとして取っておくと、こういうふうに各々がどこ見てたかっていうのを記録できるんですね。でこの場合だとその、お父さんと娘さんが一緒にドライブしていて、ちょっとこれはねこんなドライブしてちょっと危ないですけれども、でもこの中で人はどこに注目してるかって、やっぱり女の子の方に注目してるんですね。なぜそうなのかちょっとこの僕ストーリー覚えてないで忘れちゃったんですけど、なぜかお父さんは見てもらえない、ちょっと父親としては私ちょっと悲しいんですけれども、やっぱりみんなこっち注目したんですよね。でそういうところで具体的に分かるわけです。ですから自分がこういうVR 教材を作るときに、自分が意図した通りその学習者が行動しているかどうかで後で評価できるんですね。これはその、いわゆるラーニングアナリティクスにつながる話ですけれども、教育の方法を改善する上で非常に有用なデータではないかと思っております。さてと、でここから先はですね、外国語学習に関する話をしたいと思います。で、ですね、最近ですね、外国、英語学習でいろいろな形で話題になってますね。英語の4技能を、読む聞くだけじゃなくて話とか書くもできるようにならなきゃいけないねと、口大接続どうするとか、いろんな形で話題になっていますと。でですね、僕ちょっとこの4技能っていうのがなんか引っかかるんですよ。この技能っていう言葉、英語と技能、英語って技能だけなんだろうかっていう、ここのところがちょっと引っかかるんですね。で、ちょっと話の前提として言っときますけど、僕自身はプロの英語教員じゃありませんので、僕もともと生物系の教員なんで、英語を教えてるのはただ単にそのイギリスに僕11年ほど留学していて、英語ある程度できるんで、ついでに教えてくれって言って教えてるだけで、本当は僕英語教室じゃないんですよ、プロの。だけれど、英語を教えなきゃいけないと、いろいろ自分で勉強してやっていくうちにちょっと疑問に思うことが出てきたって話なんですけど、で僕思うにその、結局英語って何のために勉強してるんだろうっていうと、グローバル化っていうのが大きいわけですよね。つまりいろんな人が日本に入ってくるし、いろんな日本人がいろんな国に出ていくから、その時のコミュニケーションに英語というか外国語が必要なんだよねっていうことなわけですよね。で実際今度ねオリンピックありますし、あと僕京都に住んでるんですけど、京都はもうどんどん外国人の宿泊者数増えてますし、あといわゆる移民ですね、もう増えてるわけですよね。ですから日本にいるだけでもいろんな外国人とやっぱ接しなきゃいけない。でそのために子どもたちを準備させてあげなきゃいけないわけですよね。で、政府も当然それを考えてるんで、グローバル人材育成戦略という形でですね、グローバル、時代に対応した人材育成しようとしてるわけですけど、その時に一応政府のですね、書類の中ではですね、豊かな語学力だけじゃなくてコミュニケーション能力や異文化体験を身につける必要があると。体験を身につけるでちょっとあれなんで、異文化理解とか、異文化理解力って言った方が多分本当は正しいんだと思うんですけど、とにかくただ単に技能を身につけるってだけじゃなくて、そういうコミュニケーションをするとか、その異文化を理解するということもやはりグローバル人材に必要だということを、この戦略の方で言いたいと思うんです。でそのですね、異文化理解、異文化体験ということにこの VR は使えるんじゃないかというのが僕の主張です。で実際どんなアプリケーションを作ってるかというと、この VR 世界遺産というアプリケーションなんですけど、ですね、これどういうものかと言いますと、Google ストリートビューを使いまして、自分のアプリケーションにその海外の世界遺産を10箇所見れるようにしました。場所は、アテネ、イスタンブール、エルサレム、ロンドン、パリなどで、各々その世界遺産がある都市でありますと。で子どもたちにですね、そのまず一切どこの場所かってことを教えずに、その VR を見てもらって、その見てる場所がどこかというのを当ててもらうという活動をします。でもちろん子どもたち全然世界遺産のこと知らないんで、別にその教材用意してそっちを見ながら VR を見て、どこの場所かっていうのを当ててもらうということなんですね。で実際どんなものかをちょっと、ご覧に入れたいので、場所移動させないといけない、ちょっと待ってくださいね。どこだったかな、これか、あれ待ってよ、これこの状態で皆さん共有で見れるのかな、ちょっと待ってくださいね、今パワーポイントの編集画面が見えてます。今動画見えてます？あ、すいません、今見えてないですね。はい、パワーポイントの編集画面です。はい、あ、そうか、パワーポイントの方に埋め込んだのがいけなかったのか、しまった。ちょっと待ってください、もう一回ちょっと頑張ってみますね。
はい、画面共有で、画面共有一旦停止して、もう一回共有し直せばいいのかな。はい、それで共有するときに、左下にですね、コンピューターのオーディオを共有するっていう、はい、チェックボックスがあるので、それ入れると声も聞こえるようになると思います。はい、あでも 音はいらないんで、今動画見えてます？あ、見えてます、見えてます。あ、これです。はい、で、こんな感じです。はい、スタートすると。スタートします。でそうすると1から10のボタンが ついてまして、まあ、これは子供たちも選ぶ VR 内で選ぶことができますと。でそうするとこうやって出てくるんですね。でこれざーっと見たときに、まあ、これがどこかというのを考えてみようと。2番だったらこういう都市、ね、これ一体何という建物だったかなとか、まあ、子供たち考えてますね。これだって一体どこの都市の何という建物だったかなというのを考えてもらうんですね。まあ、こんな感じでその、まあ、ごくごく簡単なまあアプリケーションですけれど、まあ、VR でその世界遺産の様子を体験することができるわけです。で、これでまた、画面共有を、パワーポイントに戻さないといけないんですね。忙しい。よいしょ。パワーポイント戻して。これどうでしょう。またパワーポイント戻りましたね、これで。はい、今まだ編集画面ですけど大丈夫です。これです。これでパワーポイント。はい。まあこういうわけです。まあ視線マーカーって言いますか、要するに、まあ、頭を動かすと視線が変わるので、まあ、その視線マーカーをこのボタンにかぶせて、一定時間出すとボタンを押したことになります。そういった形になっています。で、ですね、教材としてはこれ小学生向けにつけてますんで、まあ、こんな感じでですね、各世界遺産、まあ、10個の世界遺産、各々について簡単な資料を渡して、これをまあ読んで勉強した後に、VR の方をやってもらうと。で、そうすることで、まあ、自分が見ているものと、まあ、資料で勉強したことをつなげるということですね。これまあ40分の授業の中でやってるんで、まあ、そんなに細かいことはできないんで、まあ、こういう大雑把なまあ資料だけ渡していますと。ね、でですね、ただまあそれだけだと本当に体験するとこ終わっちゃって英語の勉強にならないんで、さらにこの隠し絵っていうのをやってまして、これは例えばロンドンならロンドンで、まあ、VR 空間でいろんなもの見えてましたよね。ビッグベンとか見えてましたし、まあ道があって人がいましたよね。でそういうふうにですね、自分が見たものとこの英単語をつなげなさいと。つまりこの中で、VR 空間で見えたものを選んで、見えてないものはバッテンをつけてくださいということなんですね。でこうすることで、その自分が見えているものとその単語をつなげることができる、まあ、そういった活動もしています。まあ、これがまあ簡単な英語学習と VR のつなげ方という方法の一つですね。さてと、で実際これ僕自身は小学生を英語で教えるというのは、その自分 その仕事場ではできないので、ワークショップフェスという形 です、ね、まあ、イベントを開催して、でその中で、こういった形で子どもたちに実際に、体験してもらっています。こっち VR 体験するので、こっちはその、見たものをです、ね、使ってこっちのクイズに答えるというものですね。まあ、こんな感じで、まあ、1回、12人ぐらいのセッションを、やっておりますということです。さてでですね、まあ、こんな感じで、まあ、一応まあ VR コンテンツを見てもらったわけですけど、まあ、どうしてもまだまだですね、その VR コンテンツっていうのはですね、先ほどの世界遺産のやつだと見るとか体験するっていうことが中心で、まあ、なかなかその学習者の能動的な活動の部分少ないと。でそれだとやっぱりなかなか学習効果って上がらないんじゃないかと考えてまして、まあ、どうやってそのより能動的、実質的な言語活動を促せるかということですね、まあ、今考えている最中です。で、まあ、そのトライアルの一つとしてですね、まあ、なんとかしてその画像から能動的な学びをつなげられないかと。で、まあ、画像からどうやってその能動的な学びをつなげるかって、まあ、いろいろなまあ方法、式ありまして、まあ、こちらで挙げている、例えば、カンズ作文、これ、鹿内さんという方がやってらっしゃる方法で、あと、ビジュアルリテラシーという考え方、あと、ピクチャーワードインダクティブモデルっていう、こういった、考え方なんですけど、まあ、要するに、ただ見るだけじゃなくて、そこから、そこで何が起きているかを想像させるとか、それの次に何が起きているかを想像させるとか、今何が見えているかとか、それをじゃあ、例えば今見えているものを口で言ってみようとか、なぜそれが存在するか説明してみようとか、そういったことをですね、考えさせるというアクティビティですね。まあ、こういったことをですね、特に最近やはり子どもたちがいろいろな情報、画像で得るということが増えてきた結果、やはりそういったものを正しく認識して正しく学ぶ、それから学ぶということを教えようということから、こういった考え方が出てきているんですね。で、まあ、そういった形、まあ、これは、まあ全てその普通のまあ写真を見て、どうするかという話なんですけど、まあ、この考え方はおそらく VR の体験に生かせるんじゃないかということで、まあ、こういったその考え方を栄養して VR の教材を今考えている最中です。でまあこの3つのうち1つのこの、ピクチャーワードインダクティブモデルについてもうちょっと説明しますけど、これ、まあ、要するにこういう写真を見せてですね、写真の中に写っているものをですね、こうやってその線をこう引き出し線を出して、ひたすらもうこの名前つけていくんですね。まあ、今、サメが見えていて、目があって、口があって、あとここに管があってと、こういった感じで、とにかくその写真からボキャブラリーを引き出すということですね。だからそのピクチャーワードインダクションということなんですけれども、でまあ、これは非常にまあシンプルなんで、まあ
小学生みたいに英語力がまだ低い子でもなんとかなるだろうと。でもまあ注意してみていればいろんなことが分かってくるし、まあ、それだけでも十分まあ能動的な活動のまあ一端になるんじゃないかというまあ考え方でありますと。でこれまあフラットな写真を使ってますけど、まあ、それでは VR でまあやってみようということで、じゃあですね、どうするかと言いますと、でここでそうです。ここでその AI が出てくるんですよ。突然ですけど、すいません。すっかり忘れてた。で、なんでその、これ AI かっていうと、その、学会のその発表の時になんか AI を入れとけって話になってたんで、それちょっとこれやや強引に突っ込む感じになってるんですよ。でも実際に AI 使ってるんで、ご覧ください。で、どう使ってるかと言いますとですね、まあ、AI っていろんな使い方あるんですよ。で、例えば将棋のですね、この AI とか、あとですね、写真を見せてそれが何がかっていうのを認識する自動画像認識の AI とかあるんですけど、僕が今回使っているのはこちらの AI、 つまりいわゆる、Alexa とかGoogle、ホームみたいな、スマートスピーカーで使われているその AI エンジンですね。これをその VR のアプリケーションに応用するということをやっておりますと。で具体的にどういうことかと言いますと、ここでまた切り替えなきゃいけないのか、ちょっと待ってくださいね。切り替え画面共有一旦切らないと、共有停止して、もう一回共有し直した。動画、あれ動画のやつどこ行った？再生してないからかな？ちょっと待ってくださいね。あれ動画をこれで出したいんですけど、動画共有がここに出てこない。おかしいな。ちょっと待ってくださいね。もう一回ちょっと、やりますね。大丈夫です、ごゆっくりどうぞ。はい、ちょっと、ですね、動画アプリケーションうまく共有に出てこない。プログラム開くで、こっちかな。これでとりあえず、もう一回共有を試してみますね。閉じて、もう一回共有にチャレンジ。あった、こっちだ。いきます。もう一回ちょっとやりますね。どういうものかと言いますとですね、はい、ご覧ください。音は出てないんで気にしないでください。こういうふうにですね、これ口が出てくる何かというと、ボタンを長押しすると口が出てきて、口が開いたときに自分が見てるものを英語で言わないといけないんです。今だと空だからスカイなんですね。でこちらも同様で、雲だからクラウドかな。出てきた。こんな感じで。こういうふうにですね、先ほどのピクチャー版のインダクティブモデルを VR でやるために、ただ VR だとキーボードが入力できないので、その VR 内では自分が何かを見て、それにタグをつけたいときに、音声、入力でやるという形にしています。で、その音声入力をやるときに、その子供たちが発音した英語を音声認識しないといけないですね。で、そこでまあ AI を使っているという形になっております。はい。まあ、やや、まあ、表面的な AI の使い方ですけど、まあ、でも一応 AI は AI ですね、この辺。よいしょ。ではまた、パワポに戻しますね。共有停止して、画面共有でまたパワポに戻して。よいしょと。ですね。で、今が音声認識の方だけ紹介しましたけど、実際につけたクラウドとかスカイというタグを、クリックする、VR のでクリックすると、読み上げもしてくれます。ですから自分がその入力したタグが自分の意図したものかどうかというのを音でも確認することができるようになっています。よいしょと。まあ、要するにですね、こういうことでですね、まあ、ピクチャーワードインダクティブモデル in VR って呼んでますけれど、まあ、VR 内で自分が関心があるものに顔を向けて、その VR コントロールのボタンを押しながら発音すると、音声認識によって英語のラベルを入力できると。で、そのラベルをですね、音声合成によって発音させることができるわけです。で、これによって、ただ単にそのぼーっとその子供たちがその VR を見るんじゃなくて、自分はこれをですね、タグ付けしてみようということをより能動的に考えるようになったんですね。で、僕、あえて何をタグしろということは言わないようにしてるんですよ。もう子供って自由にタグしてくれって言うんですよ。で、そうすると結構子供たちってやっぱりお互い関心事が違うんでいろんなものをタグしてくれるんですね。なのでそのなんでしょう、外から強制されて英語を学習するというよりは自分の興味をさらに英語によって深めていくという形に、まあ、していく、まあ、そういったまあ流れを作りやすいということがこのピクチャーワードインダクティブモデルを VR でやる利点だと思っています。でまあ、実際そのただ、子どもたちもそんなに英単語 そのボキャブラリーがあるわけじゃないので、一応こういうそのサジェスションだけ与えています。ただこれじゃなくても構わないということで、別にタブレットを用意して、そっちの方で辞書を使って英語を調べるようにしてるんで、頑張る子はそのタブレットでまず英単語を調べて、それを見てVR の方で発音してタグをつけていくことをしています。で、そうすることで非常にバラエティのあるタグがつけられるようになりました。で、まだちょっと実際運用してないんですけれど、お互いがつけたタグを共有して、みんなで複数の人間がより集まって
その一つの VRC にタグをつけるということも今やろうとしています。ちょっとそのネットワークプログラミングが難しくてまだうまくできてないんですけど、最終的にはそういうことでお互いにその協力しながらそのタグ付け作業できるといいなと考えているところですと。ということですね。まあこれがもう最後になりますけれど、今まで、まあ、僕がいろんな形でその VR を使った英語教育をやろうとしてるんですけど、まあ、どうしてもですね、英語教育一般的にはその4技能っていうその言葉から分かる技能が中心なんですね。でもやっぱりグローバル化っていう文脈を考えると異文化理解っていう軸に注目する必要があるんじゃないかと思っています。で、ただまあもちろん英語学習もさせないといけないんで、まあ、今回のような VR 体験になってるわけですけれども、で、まあ、今回まあ VR を使って一応異文化体験、つまりいろんな世界観、海外の世界観を体験するということを自体できていて、まあ、そこを使って、まあ、言語習得をですね、に生かすことは一応可能であるんですけど、まあ、でまだまだちょっとまあ能動的に学ぶということは、本当に始めたばっかしという感じです。でそこからさらにですね、異文化理解の向上というのにつなげていきたいんですけど、まあ、その辺についてはこれから、検証していきたいと思っております。僕からの発表以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではじゃあ、改めまして、ご参加の皆様、矢野先生に拍手とかできないんですよね。この会場だったら拍手とかお願いしたいところなんですが、はい、はい、じゃあですね、後半は質疑応答とさせていただきたいと思います。ですね、じゃあ今ちょっと画面がはい、あ、チャットで書いてくださっている方いらっしゃいますね。ありがとうございます。チャットがあったんだ、チャットがあったんだ、はい、チャットはこれ、下の方のですね、下の方ですか。パソコンで今ご参加ですかね。パソコンの場合は下の方に、ああはい、これですか、画面共有か、はいはい、画面共有されてる人が上の方にマウスを持っていくと、はいはい、ですね、あ、なるほど、今チャット見えてます。はい、ありがとうございます。大丈夫、はい、わかりました。はい、はい、はい、じゃあ今皆さんの顔見えてますので、声を出していただくか、はい、あるいは手を挙げていただいても結構ですので、はい、ご質問の方はよろしくお願いします。多分最初は何ですかね、渇き略っていうか口を切る役が必要かと思うので、ちょっとじゃあ僕の方から一つお伺いさせていただいてよろしいですか。はい、はい、実はですね、僕こういうその例えば今ズームで皆さんの顔も見えてるし、矢野先生の声も聞こえるんですけど、バーチャルリアリティってこのズームよりもなんか、すみません、ソーシャル VR についてちょっとお伺いしたいんですけど、はい、ソーシャル VR ってこういうその画面の向こうの人と話すのとはなんか全然違う、その一緒にいる感じってするじゃないですか。うん、なのでそういうバーチャル、ソーシャル VR を使った語学のなんていうんですかね、例えばネイティブと一緒に話すとか、そういうことに関しては何か可能性を感じていらっしゃいますか。そうですね、可能性というかもうすでにやられているというのが正直なところで、うん、海外は特にいろんなそのソーシャル VR のプラットフォームで立ち上がっていて、その VR 空間内でいろんな人とお話しできる仕組みでいくつかあるんですね。でそれを使って実際に海外ではもう英語教育、英語教室ですか、語学教室みたいなものを開いている人もいらっしゃるんですね。で、うん、やはりその、まあ、実は言うと今日僕この喋るにあたって、まあ、この画面に向かってこう喋ってるわけですけれども、実は正直すごい喋りづらいんですよ、やっぱ。で、実を言うと、まあ、今回ちょっと仕事が忙しくて間に合わなかったんですけど、前回別の形で Zoom 使って喋った時は僕だけは VR 空間に入って喋ったんですよ。あ、面白いですね。どういうことかっていうと、その、僕が VR 空間に入って喋って、VR 空間の様子をそのバーチャルカメラで撮影して、そのバーチャルカメラを Zoom の方に流すというシステムを使って、うん、用意して、それで、僕自身アバターとして喋ったんですよね。でその場合、なんていうか、こういう画面に向かってたらひたすら喋るんじゃなくて、その例えばこうやってその、プロジェクターの方見て、あとカメラの方見てとか、そういうその体を動かせないで喋れるんですよね。で、そうするとリズムがつくんですよ。うん、で、それですごく喋りやすくなるんですよね。うん、で、その画面に向かってただ喋るって、やっぱただこうなるだけで、会話にリズムも何も出てこないんですよね。で、そのアバターで喋ると、僕のその頭のこう動かし方とか、この手振りとかもっと皆さんに伝わるじゃないですか。だから、本当僕いろんな手振り使って喋ってるんですけど、全然見えてないですよね、今。
本当いろいろやってるんですよ。でも全然見えないんで、それもまたすごい、うん、だから今さっき喋ってる時もなるべく手が上に来るように頑張ってたんですよ。でも多分あまり伝わってないんじゃないかと思うんですよね。だからそのやっぱコミュニケーションってただ単にその音と顔の形が伝えればいいってものじゃなくて、ボディーランゲージがものすごく大事で、特にその、英語においてはやっぱ大事だと思うんですね。でこういうただ単にその画面を通して喋るだけではそれがうまくできないですけれども、やっぱり VR だとそういったところはしっかりできると。ですからもちろん英語の学習なんですけど、先ほど言ったそのコミュニケーション能力という点でいうと、その英語力だけじゃなくてそのノンバーバルコミュニケーションを含めた全体的なコミュニケーションを鍛えるという意味で、やっぱ VR というのはすごく良いんじゃないかなと思っています。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ僕以外の方でご質問の方、じゃあ今ですね、松本ひとみさんからチャットで、じゃあ僕の方から読みますね。もし、すみません、VR で教材を作成するにあたって参考になる教科書や理論などありましたら教えていただけますでしょうか。カンズアプローチは非常に参考になると思いましたという質問が来てます。はい、そうですね、非常に、難しいというのが正直なところですね。難しいというのはその、まあ、結構今いろんな人たちが何とか頑張ってその VR の教育というか VR のまあ学習といったんですかね、こう体系化しようとしてるんですね。まあ、僕自身もそういうことを考えるんですけど、ただ僕自身はそのいわゆる教育学の専門家じゃないんで、その辺の体系化ってあまり得意じゃないんですけれども、まあ、いわゆるそのエクスペリエンシャルラーニング、まあ、経験学習という形でその先生が体系化したものを与えて、それをただ与えられてただそれを吸収するんじゃなくて、経験の中から学んでいくとか、まあ、そういったことがその VR の学習で大変重要じゃないかとか、まあ、いろいろなその体系化の試みあるんですけど、まだまとめきれてないんですね。で、参考書の授業の同様で、結局まだ理論が固まってないで参考書とかもないというのが正直なところなんです。なんで、まあ、今その、まあVR 教育がいろんな形で出始めているんで、それがまあ事例が積み重なっていくにつれて、それをじゃあどう体系化するかって話も出てくると思うんですけど、まだやっぱり実践が少なすぎて、その体系化するに十分なそのものが、揃ってないというのが現実なんですね。もちろんその状況でも体系化しようとする人はいるんですけど、なかなかじゃあその理論を実践に応用できるかというと、まだそういった段階ではないので、まあ、もう少しその何でしょう、 VR の教育をどうするかというよりは、その普段のその何でしょう、語学教育においてその経験から学ぶということはどういったものかということを突き詰めて、それを VR に援用していくということが大事だと思うんですね。で、チャットのそのコメントにあるこのカンズアプローチなんかまさにそれなんですけど、まあ、カンズアプローチそのものは全然その VR と関係ない話なんですけど、目で見るというその視覚的に経験するということをどうやって学習につなげていくかというそのアプローチの一つであるわけですよね。で、やっぱり VR においてはどうしてもその2つは経験の形があって、1つは見る体験、見る経験ですよね。あと手を動かす経験って、この2つあるわけです。で、手を動かす経験というのも、まあ、語学ではもちろん応用可能で、例えばその、なんでしょう、窓を開けるというときに VR のように実際にこう手を動かさせて、その体の動きと、その例えばオープンザウィンドウという英語をつなげるという、そういった形のまあ学習もありですけれども、やはりこの VR の基本は見ることなんで、その見るということをどうやって学習に結びつけるかということについて、どんな理論が今存在するかということを VR とは別の形で、まあ、普通の写真で結構なので、いろんな理論をその調べてみて、それが VR で適用された場合どれぐらいうまくいくかということを実践の中で体系化していくということが大事じゃないかと思います。ですから VR の教育というよりは、むしろその、視覚的な体験から得られる学習ということを、体系化しているような理論とかあると、それは非常に参考になるんじゃないかと思っています。僕自身もそういったことをもうちょっと勉強しようかなと思っています。はい、ありがとうございます。質問がですね、2つ、チャットボックスの方に来てます。最初の方がですね、最低限必要になる機材は何でしょうかというのが来てます。はい、最低限難しいですね。例えば本当の最低限でいうと、いわゆるスマホがあれば、それに段ボールのゴーグルをはめて VR を体験することも可能なんですね。ただ最近そのスマホを用いた VR のシステムっていうのはほとんど使われなくなっちゃってるんですね。 Google さんもそういうシステムを作ってたんですけど、もう、今年になってそれはもうやらないというふうになってしまったんで、現在その
スマートフォンを使った VR 体験システムを作ってる会社さんってほとんどないんですね。なので、まあ、スマホを使えないことはないんですけれども、最近ちょっと厳しいと。で、そうなると、いわゆるヘッドマウントディスプレイを買うことになるわけですけど、まあ、例えば比較的、まあ、安めのものとしても、ここにもありますけど、あ、そうか、これ背景が出ないんだ。コースが出れば。このオキュラス GO ってやつですけど、これだと、まあ、2万円台で買えるんで、まあ、こういったものを例えば準備するということが可能です。で、僕は今、NHK エデュケーショナルさんってテレビの E テレのコンテンツを作ってる、会社さんと一緒に仕事してまして、学校でデモするときには今のオキュラス号20台用意してやってます。なので、40人学級でも2人に1台配れますよね。で、やれば大体その十分ですね。なのであと1クラス全部 VR で何かやりたいときは、まあ、最低2人に1台は欲しいかなと思います。でご自分で体験するのはもちろん1台、自分ご自身1台十分ですし、あと、まあ、場合によっては学校の例えば図書館に1台置いておいて、それをその何ですよ、時間のある時に子どもたちに体験させるって、そういったことも可能ですね。まあ、特にその、VR の機器が高かった時代はそういう学校の図書館に1台とか、あるいは民間でして、その例えば市営図書館に1台みたいなことをやってることは結構多かったですね。でも最近 VR 安くなってきたんで、もう学校にも10台とか20台置いて体験させるということは決して珍しくないと思います。なので1台当てのコストは2万円、3万円ぐらいと考えていただいて、あとはまあ何台用意するかというのが、コスト的な計算になりますね。はい、うん、ありがとうございます。はい、ちょっとそれにも関連している質問なんですけど、はい、購入をしようかなと、実際に購入する場合に1台目としておすすめの機器を教えていただきたいのがありますね。はい、ちょっとでも環境によって違うとは思うんですけど、はい、結局それ VR で何をしたいかによるんですよね。うん、で先ほど言った通り、その VR において大事なのはまず見るということと、あとその手を動かすということなんですね。で見るだけだったら先ほどこの紹介したこのオキュラス GO で大丈夫なんですね。ただこれはその手の位置とかはあまり正確に取ってくれないんで、体を動かして何か学習させるっていうのはうまくいかないんです。で、その場合は、ですね、よいしょ。こっちもいいんですよ。こっちこうやって、これ、うまく出るかな。これ、オキュラスクエストっていうんですけど、よいしょ。よいしょ、こういうこういうコントローラーは2台ついてて、これを使って、その、手の位置を取ることができるんで、これは比較的、その、VR のヘッドマンディスプレイの中で安価にその手の位置を取るようなヘッドマンディスプレイとして使うことができます。なので、まあ見るだけでいいから、とりあえず VR を子どもたちに体験させたいと思うか、やっぱり体を動かして何かさせたいと思うかによって必要なものが変わってくるというのが、現状であります。ただ最終的にはおそらくその2つ目のそのオキュラスクエストに手の位置を取るというものがもうデフォルトになるんじゃないかなと思います。今はちょっと過渡期ですね、その辺の。はい、ありがとうございます。他にもいくつか質問がありますが、ですね、あ、これはみな、あ、じゃあ、すみません、素人質問ですみません。VR ではキーボード入力ができないというのは面白いと思いました。4技能のうち、各は、VR にはどのように、VR ではどのように学習するのでしょうかというのがありますが、あんまり各のは使わないって感じですかね。はい、まあ、書く、要するに、ペンで書くみたいなことは VR では絶対にできないですね、残念ながら。うん、VR ではそのどうするかっていうと、そのレーザーポインターみたいなものを使えるんで、その VR の中にキーボードが浮いていて、それのキー一つ一つをレーザーポインターでこうやって選んでいくって感じなんですよ。なのですごく時間かかるんで、あまりおすすめできないんですね。だからパスワードとか入力するときにはそれを使わなきゃいけないんですけれども、うん、その英単語を入力するのはもうまずそれではできないんで、先ほど言ったその AI を使って、AI というか音声認識を使って、とにかく声でもう入力していくのが一番早いですね。でその音声入力って、まあ、それこそ 3,4 年前だとすごく精度が低くて、子どもたちに使わせるともう10回って1回ぐらいしか認識できなかったんですね。で最近だいぶ良くなってきて、まあ、10回言えば6回ぐらい認識してくれるんですよ。もともと子どもの声っていうのは非常に音声認識しにくいことが知られています。なぜかというと音声認識の AI は基本的に大人の声で学習してるんで、子どもの声の認識は非常に難しいんですね。ですけれども、まあ、Google さんすごく頑張ってくれてるおかげで、子供でも結構認識良くなってきてます。なので、もうちょい頑張れば、もう本当に音だけでいけるんじゃないかなと思います。ただ、その場合、当然、書くという技能は身につかないわけですけれども、ただ、僕はその、できれば VR の学習というのは、その4技能というフレームワークとは別に考えていただきたいんで、まあ、書くのは書くで別に VR なしで学習すればいいじゃんと。別に、VR っていうのはその既存の学習を全て置き換えることが目的ではなくて、あくまでもその既存の学習でできないことをやるというのが大事だと思うので、
このコスト的には既存の学習の方がはるかにまあ安くて手軽なわけですから、それでできることは全部それでやって、でもやっぱりそれをさらに広げていく、あれそれとはまた別の次元でアプローチしたいというときに VR を使うというふうに考えていただいた方がいいと思います。 ありがとうございました、はい、あとですね、またすみません、これももしかしたら皆さん共通に考えていらっしゃることかもしれませんが、その低年齢 の、 あの子どもでの弊害の報告などありましたら教えていただきたいですと。で、この方ご自身もVR で結構酔ってしまうので、座っていればいいんですが立つとフラフラしてしまいます、改善策はありますかという質問がチャットボックスに来ています。はい、もっとそうですね、まあ実を言いますとこれ極めて難しい、問題で、難しいというのは分かってないことが多いという意味で難しいんですけれども、本当のところその VR ヘッドマンディスプレイをかぶって大きな弊害が出たという報告がないんですね。かなりの数の人が、使ってますけれども、それで例えば目がおかしくなっちゃったっていう、子供の目がおかしくなってる報告がないんですよ。で、僕アメリカのカンファレンスで Google の VR のトップの人とお話しした時も基本的には問題ないはずだっていうふうにおっしゃってたんですね。なので言われているほど心配する必要はないと思います。ただそれ以前の問題として、そもそもやっぱり小さい子は VR できないですね。非常に難しいですね。まあ、簡単な体験ならいいんです。例えばそのさっき言った世界遺産をこうやって見るぐらいだったらいいんですけれど、それからさらに深い学習を子どもたちにさせるのはかなり難しいというのは正直なところです。なぜかというと、まず一つは酔いの問題ですね。こちらのご質問にはありますけれど。で、結局酔った時にどうするかということが問題なんです。で、大体僕の経験で言うと20人に1人はかなり酔います。子どもたち。多ければ2人ですね。つまり僕のそのセッション、12人のセッションがあると、まあ、2セッションやったら24人ですよね。で、そうするとほぼ確実に1人、気持ち悪いって言い出す子いますね。なので人口の 5% ぐらいはかなり VR に酔いやすい方なんじゃないかと思っています。で、特にその子供の場合もともと酔いやすいということが一つと、あとその酔った時に僕は酔ったからやめたいですってことを子供って言い出せないんですよ。だからかなり酔うところまで頑張ってしまって、ふっと気づいたらもう吐いてたりするんですよね。なのでその VR を体験させるにあたっては、その自分が酔ってるからやめようと自己判断できるような年齢にならないといけません。で、それができるのは基本的に小学やっぱ3年生ぐらいですかね。 1,2 年生だと結構難しいんじゃないかなと思います、僕自身の経験から言うと。なので、やっぱり VR っていうのは少なくとも小学 3,4 年生以上じゃないと厳しいかと思ってます。もちろんそのただね、こうパパパって見るぐらいの簡単な体験だったら別に幼稚園児でも実はできるんですけれども、それだと全然学習にならないんで、それよりさらに深いことを VR でやらせるんであれば、小学校、中学年というのが最低レベルです。で、酔いにくくするにはどうすればいいかということなんですけど、基本的に高いヘッドマンディスプレイを買うということですね。画質が良くなると酔いにくくなります。あと、その、酔う理由の一つが、そのレンズ の、 大きさというか、レンズのポジショニングがあるんですね。つまり自分の目の位置とレンズの位置がずれていると酔いやすくなるので、それをまず調節できるようなヘッドマンディスプレイを買うということと、あとそもそも酔いやすいコンテンツを遊ばないということですね。つまりコンテンツ次第ということがあるんで、で、ただ同じコンテンツでもやっぱり使い方によって酔いやすさって結構あって、女の子結構酔いやすいんですよ。で、なぜかというと別にそれは生理的な問題ではなくて、女の子ってすごく頑張るんです。VR 体験させるの、それこうやってもらっても動かして何とかしてその全部見てやろうみたいな感じになるんですね。で、そうすると当然酔っちゃうわけです。なので VR 体験する女の子は結構気をつけて見てますね。男の子が適当にサボってるんで酔わないんですよ。なんでそういうこともあります。なのでどう自分が体験するかということと、適切なコンテンツを選ぶということと、より高くてその調整可能なヘッドマンディスプレイを使うことですね。あと基本的に両ヘッドマンディスプレイで両眼視でステレオで、つまり立体的にものを見るようにしてるんですけれども、アプリケーションの設定によってその立体視をオフにすることができます。で、そうすると酔いにくくなりますね。なので、そういうふうにいくつかその工夫することができるんですけど、それでも酔う子はもう被った瞬間に酔っちゃったりするんで、完全にゼロにすることはできません。はい、ありがとうございました。はい、チャットボックスでまたいくつか来ていますが、360度動画や 3DCG を無料もしくは低価格で提供しているサイトなどはありますかという質問をしています。そうですね、一番いいのは YouTube です。YouTube って実を言いますと、ウェブサイト行っていただくと分かるんですけれど、360度動画だけをフィルタリングして検索することができるんですよ。なのでそれがもう一番いいですね。あと
いわゆる VR ヘッドマンディスプレイを購入すると、そのアプリとしてそういう無料で360度動画を提供しているアプリケーションがあるので、まあ、それを見ていただく。例えば WithIn というアプリがあるんですけど、それはあの先ほどお見せしたクラーズオーバーシドラとかもあの入っていまして、あのそういうまあかなりハイクオリティな VR コンテンツを無料で見ることができます。現状では360度動画っていうのは、まあ、ほぼ商業的には成り立ってない分野で、あのお金払って買うのは、まあ、ぶっちゃけそのアダルトビデオぐらいなんですよ。実を言いますと、まあ、こういう話ちょっと あんまりするとあれかもしれませんけど、まあ、実際にあることなのにお話ししますと、360度動画で圧倒的に儲かってるのもアダルトなんですね。であの DMM とかいわゆるアダルトビデオを制作している会社さんって、その360度動画のアダルトビデオも作ってて、それって実は億単位で儲けてるらしいんですよ。ですけれども、それはまあそれとして、それ以外はどうかっていうとなかなか厳しいんですね。つまりその360度動画で面白いっていうのは、面白いというかうまくいくのは、基本的にその自分が見たい、その人物がそのちゃんといるかどうかっていうのが大事なんですね。そのどちらかというと VR 動画って、そのいろんなものをパパパパパパって見るよりは、その特定の登場人物とそのゆっくり時間を過ごすみたいな感じのコンテンツがいいんですよね。で、それっていわゆるアダルトコンテンツだと、まあなんとなくそれがうまくいくと分かると思うんですけれども、じゃあ普通の映画でそういうことできるかっていうとなかなか難しいんですよね。普通の映画って結構、まあ、特に最近の映画ってシーンがコロコロ変わるし、まあなんか車が飛んできたり火がボーッと出たりが、とにかくせわしないじゃないですか。で、そういう映画の作り方とか動画の作り方って実は VR に全然合わないんですよ。 VR 基本的にゆっくりある部屋で誰かと一緒にいるみたいなのがいいんですよね。で、それの条件を満たすのが現状アダルトビデオしかないという情けない状況なんですね。なのでその360動画で商業的なものを作るとしたら、そういう作り方が変えていかなきゃいけないんです。で、いろんな方がいろんな形でチャレンジしてるわけですね。で、例えばさっきのクラーズオーバーシドラだと、あの難民の女の子が目の前にいて喋ってくれてるんです。あれが結構実はいいわけですよ。じっくり見れる、じっくり彼女の話聞けるから。だからそういうコンテンツをまあ工夫してだんだん作る人が出てきていて、まあ、それがある程度溜まってくればそれをお金払って、見たいという人も出てくると思うんですけど、現状ではかなりのコンテンツが、無料で手に入るので、あのヘッドマンディスプレイを、買えばそういったものを体験できます。ですが、もしそれを、買えないという場合は、とりあえずまず YouTube をご覧になるのが一番いいと思います。はい、ありがとうございます。はい、まだ質問ありますが、今一番新しいのは、あと何年ぐらいで VR が当たり前の世界になりますかという質問をしてますね。例えばあの当たり前っていうのはちょっと定義が難しいと思うんですけど、いわゆるそのキャズムを超えるみたいな、あの人口の 15% 以上の人が使うようになるっていうのはどのぐらい？そうですね、そのどこで使ってるかをカウントするかっていうのが難しいんですよね。例えば職場で VR を使うっていうのはかなり広まると思ってます。それはそのいろんな、訓練に VR を使うんで、だそれをもし当たり前にカウントするんであれば、もう 4,5 年でかなりの職場で VR を使った職業訓練が行われると思うので、そういう意味では5年も経たずに当たり前になる可能性十分ありますね。ただ、今皆さんがスマホを使っているような形で当たり前になるというのは極めて長く時間がかかると思います。で、それはもしかしたら VR ヘッドマンディスプレイという形ではないかもしれません。その、今 VR の話しか僕してないですけど、まあ、もう一つ AR っていう、すなわちそのこういうメガネにその画面を重ねて現実世界とその仮想世界を重ね、あのミックスで表示するみたいな、そういったあのメガネも今作ってる会社さんがいくつかあるんですけど、そういったものの方が最終的には当たり前になるかもしれません。ですから、その現実世界と仮想世界が混ざったような世界を当たり前に体験するというのは将来来る可能性十分ありますけど、でもそれでもやっぱりもう5年でもかなり厳しいかなと思ってます。で、まあ僕はまあ VR 教育専門なんで、 VR 教育が当たり前になるのにどれぐらいかかるかと言われたらですね、まあ、10年かかると言っていいと思います。それは根拠があり、なんとなく根拠がありまして、それはそのタブレットが大体それぐらいかかってるんですよね。そのタブレットが初めて出てきて、それが実際にその、まあ、日本みたいに比較的 IT 遅れてるところでも使われるのにやっぱ10年近くかかってるわけですよ。ですから VR もやっぱ10年かかると思うんですね。で、 VR 出たのは大体3年ぐらい前とまあ言えばいいと思うんで、だから、まあ、で3年ぐらい前に VR が出てき、あの本格に出てきて、今ようやく政府が監視を持ち始めていて、で多分来年とか再来年ぐらいに、まあ、政府が主体となった実証実験で始まって、それをまあ見た先生方が使い出してみたいなことをずっと積み重ねていくのに、やっぱ、まあ、VR が出てから10年だから、まあ、今からカウントしたら7年ぐらいですかね。それぐらいかかると思ってます。で、
日本も見れば分かるように、その、まあ、当たり前になるはずなのにお金がなくて当たり前にできないという問題があるので、多分 VR もそれと同じ問題にぶち当たると思いますね。つまり技術的にはもう当たり前にできるけど、お金がないからできないというような問題は多分7年後でも継続するんじゃないかなと。まあ、その時のその首相が誰かとか、お金が国にいくらかによってその辺は変わってくるんじゃないかと思っています。はい、ありがとうございます。あのちょっとですね、あの専門的によくわからない質問が一つ聞けるんですけど、あのマージキューブっていうのを使った VR 学習をしようと検討している方、あのもしよろしかったら、あの、ご自分でこれ質問していただいても結構なんですけど、声出せますかね、福重さん。多分あの大体何のことか僕は、はい、分かります。あれですよね、あのキューブを使った、あの AR ですよね。だからこのキュー、あのスマホとかにこのキューブをかざすと、そのキューブがその CG のようなものを置き換わってこうぐるぐる回したりできる、多分そういうやつだと思うんですけれども、それは、それで何て言いますか、その僕自身はその使ってる方は存じ上げないんですけど、僕は本当に VR が専門でそっちばかしやってるんで、ただ、それを使ってる事例というのは海外には結構多いはずなんですよね。まあ、VR も AI も AR にしてもその結局事例はどうしても海外が多いんで、やっぱり海外の事例をもう少しお調べになった方がいいと思いますけれども、ただ僕は実を言うと結構、それには否定的というか、まあ、少なく語学学習に使うという意味では結構難しいかなというふうに考えてます。かなりもちろんインパクトがあって楽しいんですけれども、結局そのタブレットでこうぐるぐる回してみるとそんなに大きな違いあるのかなっていうのが正直なところで、というのも結局やっぱり見るだけになっちゃうんですよ。そのマージキューブにしてもこうやってその画像をぐるぐるこう回すとなんか見えてくるんですけど、結局見て終わりなんですよね。でもしそのマージキューブはさらに進歩して、それにいろんなものを付け加えたり、こう変形させたり、そのこう引っ張り出したりとかつなげたりとか、そういったことができるようになったら、まるでその空中でそのレゴブロックを遊ぶかのように、そのいろんなものを付け加えたりできるようになったらかなり面白いと思うんですけれども、多分今のマージキューブではそこまでできなかったはずなんで、まあ、もしそういったところがもっとインタラクティブなことがもっとできるようになったら面白いかなと思います。ただそのためにはマージキューブだけじゃなくて、子どもたちの手の位置を認識しないといけないんですよね。マージキューブはこうあって、ここになんか画像が出てたら、子どもがこう手を伸ばしていてこう引っ張り上げるわけですけど、その時にこの手の位置がわからないとダメなわけですよ。ところが現状ではこの手の位置を取るというのは非常に難しいので、正確にとも難しいので、あのなかなかうまくいかないんですね。でただ最近のその Android や iOS、iPhone はあのかなりその生体認識、こういう手の位置の認識が良くなってきてるんで、もしかしたらこれからはもうちょいその辺うまくいくんじゃないかなと思います。ただ今ではちょっとなかなかその教育に使うというのは個人的には難しいかなと。まあ、ワウファクターとしては面白いですけど、ちょっとそれ以上は厳しいんじゃないかなというのが僕の個人的な意見です。ありがとうございます。じゃあ、あの、マーチキューブはじゃあ AR の方の分野って。そうですね、どちらかというと AR ですね。はい。あ、わかりました。ありがとうございます。チャットボックスの方ではもう質問が今、もうないと思うんですが、どなたかあともし一人ぐらい、ご質問の方いらっしゃいましたら、声出すか、あるいはチャットボックスに、まあ、もう声を出していただいた方が早いと思いますが、いかがでしょうか。もう多分最後の一人ぐらいになると思います。どなたかいらっしゃいますか。じゃあすみません、僕の方です。さっき、最後の方で、空にスカイとかですね、クラウドとかって出るあのアプリがありましたよね。はい、あれは、面白いなと思ったんですけど、その音声認識した結果の、例えば、犬に対してですね、キャットとかって、タグ付けしてしまったら、それに対するフィードバックとかっていうのはできたりするんですか？その AI ということだったら、ちょっとお伝えします。はい、それも実はすごく大事なポイントで、どういうことかっていうと、その VR のその一つ、まあ、利点でもあり欠点でもあるんですけれど、 VR の中に入ると人間ってすごい不安に感じるんですよ。つまり、まあ、人間ちょっと想像してほしいんですけど、自分が突然見たことも聞いたことの世界に放り投げられて、何をしたらいいか分かんないし、何をやってもうまくいかないとだったらすごく不安になるじゃないですか。VR 基本的にその人間を不安にさせる要素が強いんですよ。ですから VR って例えばよくあるそのビルの屋上に立って、そのビルの屋上からその通路がこうピュー細い通路がピューと出てて、それ歩くってコンテンツが成り立つんですよね。 VR って人、そう VR すごく人を不安にさせる要素があるんですよ。なのでその中で何か失敗したら、お前は失敗したぞって言われるって、すごくその子供にとってはストレスたまるんですよね。
なのでその VR 空間、その僕のアプリケーションの中では基本的に失敗を許容するってことをあの重点に置いてるんですね。なのでそのドッあの犬があるのでキャットって入れちゃったりとか、あるいはそのよくあるのがクラウドって入れると雲のクラウドじゃなくてあの群衆の方のクラウドが出てきちゃったりとか、うん、もうそういうの山ほどあるんですよ。だけれどもそういうのも全部無視していいからと、自分のやりたいようにひたすら入力し続けると、とにかくもう必要より量だと、とにかく1個でもいっぱいタグしたやつが偉いんだってあの言うようにしてるんですね。それでとにかくその子供たちはその何ですか、ストレスというか失敗するかもしれないっていうその何ていうか認識から解放されるようにしてるんですね。でそうすると子供たちは結構積極的に入れてくれるんですよ。なのでまずはそういう段階から入っていかなきゃいけないかなと。でそれをやっていくとだんだんただいい加減に入力してるだけじゃ子供たちその物足りなくなってくると思うんで、そうしたらその今おっしゃったようなそういうフィードバック入れてもいいと思うんですよね。でその場合、まあ、あのとりあえずはその手動で先生がその犬のところにドッグってそのタグを入れとかなきゃいけないんですけれど、技術的には可能です、はい、それどうするかっていうと、その犬の絵のところにマスクをあの画像あの見えない透明な画像を使ってマスクをつけておくんですね。でその犬のマスクとそのタグが重なったら正解というのをすればいいんで、あの技術的には可能です。ただ僕はそれよりとにかくただ子どもたちにたくさんタグを入力させたいだけなんで、あのそういったことを今導入していません。ありがとうございます。ということは、じゃあまだあの画像そのものをあの AI が認識してこれは犬だから猫って言ったらダメとかっていう、そういうレベルはまだちょっと先の話ということですね。そう、技術的にはすぐに作れますけれど、でも、うん、あのあまりそんなに教育的にまだ重要じゃないかなと思うんで。なるほど、はい。それよりもどっちかというと音声認識の精度を上げていかなきゃいけないかなと。あ、まあ、そうですね、はい、まずはそうですね、はい、そっちの方が多分先なんで、はい、はい、わかりました。それではあのもうあの時間になってしまいましたので、あのここまでとさせていただきたいと思います。今日ですね、本当にもうあの全然借金もないのに山先生に僕の方からお願いしてですね、あのご協力してくださいまして本当にありがとうございました。あそうだ、一つすいません、最後に一個だけ、最後にごめんなさい、一個だけ忘れてた、これを最後に言わなきゃいけなかったんだ、すごい重要なことを。ちょっと待ってくださいね、 画面共有を切り替えるんで、何かと言いますとですね、宣伝宣伝があったんだ、はい、もう無料ですから、はい、これです。その、Facebook グループをやってまして、教師のための VR 活用術って言うんですけども、こちらの方はFacebook やってるからどなたでも入れますんで、あのこちらの方を、ぜひあのご参加いただければ幸いです。こちらの方にあの最近ちょっと忙しくてあまり投稿できてないんですけど、あの VR 教育に関する、情報をですね定期的にあの投稿しておりますので、この上の検索欄で教師のための VR 活用術って入れれば多分出てくるはずです。あのどなたでも入れますので、あのぜひご活用いただければと思います。はい、あのこれだけです。はい、はい、ありがとうございます。あの実は僕もあのこのグループではあの活用させていただいて、いろいろ山先生からもお話を伺ってますし、あの質問に答えていただいたりもあのさせていただいておりますので、僕からもお勧めしたいと思います。はい、はい、それではもうあの、時間ですので、本当にあの、山先生、今日はあの貴重なお話をありがとうございました。僕にとってもすごく、勉強になりました。はい、ではい、あのでここまでであの終了とさせていただきたいと思います。皆さん一応アンミュートさせていただきますので、はい、あの本当にありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。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 はい、